ヒロアカ最新話で自分をオールマイトと言わないことに寂しくなったみんなの反応集。それではどうぞ。オールマイトって今まで崖っぷちの時にやるんだ。オールマイトみたいな自分のことをオールマイトって言ってなかったっけ。このシーンでオールマイトはもう自分がナンバーワンヒーローとしての活動じゃないってことを表してて寂しいな。もうオールマイトとは言ってくれないのか。やっぱわかってても切ないな。50を超えてって言ってるけど、オールマイトってもう50歳超えてたんかよ。衝撃すぎるんだが。オールマイトのヤングエイジがあるからね。それでも50で青年相手に戦えるのすげえわ。オールマイトがちゃんとオールマイトしてて、それだけで涙出てくる。とにかく嬉しい。どれだけ頑張ったところで真っ向勝負じゃ勝てないのわかってるのもいいな。オールマイトとしての経験がちゃんと生きてるのがめちゃくちゃいい。笑顔で戦ってるのゾクゾクする。かっこよすぎる。全然気がめいった感じしないの最高かよ。皮肉混じりに喋ってるのがアメコミ感あっていいな。笑えてないじゃないかって言ってた。ナイトアイのセリフとかも残っててこうなってるのかな。ナイトアイの発言があってこそこうなってるのか。泣くわそんなん。そもそもだけど、こんな凶暴な痛いけな青年がいてたまるかって感じだけどね。マジで怖い。こんなん泣く。次郎ちゃんもビビってたもんな。そりゃこんなんいたらビビるわ。逆にこれに立ち向かえる方がおかしい。オールマイトでやっとだろ。次郎ちゃんのブチギレにはしびれたなぁ。マジでヒロアカはモブがいないんだ。オールマイトさんレスバツっぴょ。煽り方好きすぎるし、マジで気持ちいい。アメコミのヒーローって感じしてたまらん。スパイダーマンとかアメコミのキャラって戦いの途中で喋ること多いから、そういう雰囲気感じれるのいいな。無個性で魔王と戦うこと自体が無理ゲーすぎるんだよな。私から目が離せないくらいって恋のフレーズみたいで笑った。恋はいつでもハリケーンだから、やっぱアタックしないといけないよね。この二人の恋愛のどこに需要あるん？誰が見たいねん。そこに需要が出てしまうのが恐ろしいところよな。マジでこんな複合技を平気で繰り出してくるバケモンと笑顔で戦う方がおかしい。わかってたけど、やっぱ若くなって力とかも増してるよな。すげえわ。オールマイト自体はもう無個性で、サポートアイテムのみで戦ってるけど、攻撃当てれてるのヤバすぎる。雑に組んだなって言ってるけど、確実に大ダメージだよな。サポートアイテムでどうにかなるスケールを超えてしまってる。これでオールマイト勝ったらめちゃくちゃなえるけどな。吹き飛ばされる時の威力バケモンで草。これと戦えって方が無理ですわ。経験値ってすげえなマジで。オールマイトが A 組で培った経験をそのまま戦闘に活かしてるのが一番泣けるだろ。マジで号泣する。ダークシャドウを守りに使うって発想を体育祭で見てたから、こうして今使ってて、その発想を思いついたのがイズクナのエモすぎる。ちゃんとダークシャドウっぽさのアルメまでついてるの、演出細かくて好き。にしても作画だろ。マジで作者死ぬぞこれ。戦えている？何を勘違いしている。本当にその通りなんだよな。マジでこのままオールマイト死にそう。マントもちゃんと硬いのか。ヒラヒラしてるからそんな気しなかった。実際腕と鎖骨がバッキバキで、それを補助してる状態でしょ。かなり厳しい気がするんだよな。でもここでオールマイトが死んだら、ないと愛の余地を覆すっていう伏線の意味がないからね。個人的にはだけど、オールマイト負けるステイン登場で足止めって感じかな。ステイン再登場はこのタイミングじゃない。あいつの個性でどうにかできると思えん。そもそも血流すのか。ステインの目的はオールマイトに殺してもらうことでしょ。だったら共闘はない気がする。相打ちで終わるが一番綺麗では。そこまで無理に戦いを引き伸ばす意味もない気がするし、煽られたことにムキになって頑張って言い返してるのかわいい。出がらしのゴミクズとかリアルで言われたら結構へこむ。オールマイトのサポートアイテムゴミ袋扱いなの、さすがにかわいそう。
もっとかっこいいじゃん。こんなかっけえゴミ袋あるならめちゃくちゃ欲しいですね。ちゃんと煽りも効いててムキになって言い返してるのめちゃくちゃ可愛いな。オールフォーワンは青年化してなんか発言にも余裕なくなってる感じがするんだけど気のせい？実際あると思う。肉体の若年化と同時に精神も若くなってて、若い時特有のガキっぽさがある感じはあると思う。オールマイトも付け込めるならそういう若気の至りみたいな部分を突こうとしてる感じはするよな。サポートアイテムに頼ったら痛い目見るって昔自分で言ってたことが返ってきてるのかなんだよそれ、熱すぎんだろ。サポートアイテムに頼ってるのはそうだけどその性能を最大まで引き出すことができるのもまた、センスと才能だと思うんだよな。オールマイトだからこそできてるゲートを他のやつが同じことしろって言っても 100億% 無理です。先週親友って言ってたの誰か別の人を言ってるのかと思ってたけど、オールフォーワンのことか。的なのに、これは単純にここまで因縁の相手として戦ってきた敵に対しての皮肉でしょ。気が合うね親友とかマジでイモすぎるベストバウトすぎるだろこれ。うわぁ、お師匠さん来た。お師匠さん回想は泣いてまうって、マジで今週泣かせに来てる。棒一本で突っ込んでいったのがバッグ一個で突っ込んだイズクと一緒で鳥肌止まらない。気づいたら体が動いてたんだね。このことなんて考えずとりあえず突っ込んだ感じがとてもいい。回想でもいいからこうやって志村さん出してくれるの助かる。ナナさんムッキムキなのマジで刺さるわ。筋肉質の女性見ることかもだけど最高にいいですね。ゴミ拾いできるゆとりがあるんだよって言ってる割にはゆとりがなさそうなのもめちゃくちゃいいな。冷静な判断がちゃんとできなくてとりあえず乗せられてないぜって言いたくなってる感じがワクワクする。余裕があるって言うんじゃなくてゆとりがあるって表現も焦ってる感じすると思ったら、オールマイトの方はみっともないって煽りながら戦ってゆとりも余裕もある感じするしな。明らかに崖っぷちで限界来てるのにそれを感じさせない余裕っぷりを見せてくれるの好きすぎる。視聴者の方が危機感感じてるのにそう感じさせないあなたが最強です。それを踏まても今週7ページしかないのか。マジで週刊連載は漫画家が死んでしまう。ここら辺で対応を見直すべきだと思う。このレベルの作画で毎週更新するのがどんだけヤバいかってのを読者も気づこう。7ページ見れるだけでもありがたいよマジで。7ページしか書けないから作画のコストやクオリティを下げてって方針ではなく全力の7ページなのが最高なんだよな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価チャンネル登録コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。